まあ、僕の平面の作品をこう落とし込んでもらった時にこういった形に仕上がるんだっていう、なんか、まあ、絵画とは違ったアプローチでこう僕の作品っていうものが、まあ、いろんな世界中の人たちに届いた時にそれがどう影響するかって僕は分からないですけど、それをまあ癒しにしてもらえるのか、まあ人と話すコミュニケーションツールとしてもらうのか、いろんなきっかけになったらいいなと思ってるので、今回はすごく楽しみです。